設備の調整があとちょっとで。よし、どけ。苦しみを忘れたことはありません。この槍で道を切り開く。どけ。こんなの悲しいです。戦場に出たくない。心配しないで。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。君たちのために地獄の一等地に部屋を用意しておいたから、安心して行ってらっしゃい。お花ちゃんと私の得意技を見せてあげる。私の仲間を傷つけたければ、まずはこの盾に許可を取ってからにしてもらおう。苦しみを。私の武器は誰に。空を舞う感覚、味わってみない？Mission accomplished。目の前で仲間が傷つけられることだけは我慢ならない。
全員無事で戻るぞ。走ろう。ただ一瞬です。どけ。あなたは私がお守りします。戦うからには白黒つけさせてもらうよ。貴様の生死は私が決める。私の武器は私がお守りします。貴様の生死は私が決める。君たちのために地獄の一等地に部屋を用意しておいたから安心して行ってらっしゃい。行け。舞う感覚味わってみない？自分が一見にしかず。戦場に出たからは死ぬ覚悟を決めろ。こんなの悲しいです。このピンチを乗り越えよう。Mission accomplished。
おかえり、ドクター。練習ビデオを見るのも訓練になるのですか？練習ビデオを見るのも訓練になるのですか？
ドクター。終わってない仕事がたくさんありますから、まだ休んじゃダメですよ。君らの顔なんて覚えてられないけど、まあ行こうか。本気で行くよ。バラーデ、ゲーゲー、どうせ弱いんだ。お前らみんなまとめてかかってこいよ。勝利もいずれは新しい火種となる。セーセール天の断りね。ドクター、終わってない仕事がたくさんありますから、まだ休んじゃダメですよ。
騒がしいところね。なんだかお家に帰ってきたみたい。あれ、赤い影が一瞬見えた気がする。火の玉を投げないでね。スチュワード君、これからどうすればいいの？この部屋まずい。人を眠りに誘うデザインだ。こういう狭い部屋はやはり慣れないわ。まあいいだろう、一人でいるのが好きだし。これだけ豪華な内装ならお金も相当かかってるでしょう。おかえり、ドクター。ドクター、終わってない仕事がたくさんありますから、まだ休んじゃダメですよ。